自転車、自転車、自転車乗るを、自転車乗るが行くでー。よっ、毎度、自転車乗るわや。ここのネジをやな。まあ、締めるのが緩かったんやな。乗ってて、落っことしてきてしまったわ。それでやな、その後、来た道を引っ返して、このネジを、夜、もう遅い時間やったんやけど、歩いてとぼとぼこの外れたクランクをカゴに乗せて歩いて探しに行ったんやけど、ノーなっとった。多分道に落ちて車に飛ばされたのかもしれん。そう思った。次の日も探しに行ったんやけど、なかった。もはやノーなっとったで。悲しいことや。一個300何歩する。そしてまた注文して届いたのがこれや。注文して届いて届くまで前ついとったのつけとった。これからはやな、この8ミリの六角レンチも、まあ、自転車的に言うと、自転車用具的に言うと、アーレンキーをやな。まあそんなこと、B4C さんも言うとったけど、アーレンキーをやな、工具のところに入れて持ち運びたいと思う。まあ時々、まあ、行った先で、これで締めると。一個、この8ミリのアーレンキーの長いのを買こうたんやけど、これはまあ、うちで使うように置いといて、これで、まあ、締めると。ここのとこに足かけて、ギュッてやると。締めてチェックするというふうにすることにしたで。そしてやな、万が一このネジを落っことしとった場合、落っことしてもすぐにはこのクランク外れんのやけど、落っことしとった場合は、予備のネジを、二つ頼んだんで、一個つけて一個予備があるんで、予備のネジも、遠く行くときは持ち運ぶようにするでー。みんなも、増し締めを気をつけなあかん。自分でなんかやった場合は、その後チェックして増し締めをせんと、どっかでネジやら何やら部品やら、落っことしてくる可能性があるでー。時々点検してやー。ちゅうことや、自転車乗ろうからの、提案でした。提案言うか、まあ、自分が悪かったんで自分事だったんやけど、これは自転車いじり初心者の人には起こる可能性のあることやから、増し締め自転車いじり初心者の方は気ぃつけてー。この動画ちょっとでもいいなと思ってくれた方は、高評価のボタンをクリックやー。チャンネル登録もよろしく頼ますさー。ワイの動画、のぶみわらさんのいろんな動画、ワイの昔の動画も見てねー。ほな、またバイバイ。自転車、自転車、自転車乗るを、自転車乗るが行くでー。